ぐ栗くん、いかがでしょう任せてくださーいタロット占い師のめくり太郎です大谷選手のホームラン王への占いを見事的中今日も勝手に占っちゃうよ !NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人の平均視聴率は20%を超えるかどうだ余計なお世話ですよね。ほっと余計なお世話なんですよ。みんな余計なお世話。 そんな私と意見の合う方はぜひチャンネル登録をお願いします昨年度の大河ドラマ「青天をつけば」ば平均視聴率は14.1%でしただからですね20%って相当厳しいんですよねでも今回は主演の小栗旬さん台本はヒットメーカーのね三谷幸喜さんがねやってますからねフラタニンザブロとかね王様のレストランとかねもう映画もいっぱい撮ってますけど まあ前回ねあの新選組とかをね三谷幸喜さんもやられた時は2004年でしたがね17.4%ですからねこれは悲願のね20%いたいと思いますよね今回の舞台は鎌倉幕府2代目執権の北条義時のね人生が描かれているドラマということでさあ本当に20%を超えるのか占いたいと思います <laughs> つまり去年<ー>も,、ね、も20%を超えてなくてなんか初回も結構まあ上々だったけど17%ぐらいだったみたいですしここからが大事なので見逃さないようにねもっと時代劇の方が好きな人がやる感じじゃないと。 受け入れられらなないのかな、まあ、大河ドラマを見てる層っていうのがね上の方の方だから伸び悩んでいくみたいな視聴者とその台本というか三谷幸喜さんとのこの台本のバランスがちょっとあまりよろしくないのではないか、あのー、そのためにすごいいろんなキャストを揃えてねもう万全な状態ではやってるんです。 ね、荒垣さんとかもね、荒垣ゆりさんとかも出てるし、面白い、いいキャストもいっぱい出てるんだけれど、何か、やはり物足りない。だから、やっぱりもっと時代劇っぽい時代劇、現代風時代劇じゃなくて、時代劇を見たい人が大河ドラマを見てるんですよね、きっとね。<laughs> うん。と、現代風にアレンジしちゃうとついてこれないから、王道の、 そういう時代劇的なものを取り入れていけばいいんじゃないかなっていう感じですね。それかもう大河ドラマに普段見ない層を巻き込むっていうことかなこの強引に。うん。そう、いつもの層じゃない層ね。だからまあ若い人ってことです。まあ今ね、YouTube とか色々あってね、もう盛り上がるものがいっぱいあるから、 あんまりみんな昔みたいにテレビ見なくなっちゃってますからね。え、ちょっと待って。じゃあ、その、若者を取り込むためには、どういうアイディアがあればいいですか。ぜひ、最後まで見てください 強敵な要素を入れる何て,て言うんですかね。大河ドラマって多分収録でやってると思うので収録じゃなくて生放送的なものを挟む。<laughs> やんないと思うけどそんなこと。まあそういうことかなこう。ライブ感があるようなものを入れると若者は見る。うん。あとなんかどんなどういう人出たら面白いですか これからね、まだきっといろんなキャストが出ると思うんですけど。あー、やっぱアイドルですかね。大河ドラマには出なさそうなアイドルが出る。誰だろうね。大河ドラマに出なさそうなアイドル。男の方ですよね。美少年。誰だろう。全然アイドル詳しくないから思い浮かばないですけど。何ファームとかから出る。まあなんかその、大河に出なさそうなアイドルが出るっていうのが、 芦田奈ちゃんとか出るのかな出るだろうねきっとうんうんうんまあそういう若者に絶大な人気のあるアイドルとかが出るとみんなが見る若者が見るかもしれないでもその20%はいかないけどそんなになんか人気というか結構いい感じの平均視聴率は取れるんですかねうんまあじっとし見てる人たちはいるから そんな悪い平均視聴率にはならないってことだね。だけど、話題にもそんなならなさそうだね。なんか見てる人たちの中だけっていう感じで、その外に広がっていくっていう感じはあんまりしないですね。まあ、あれですよね。大河ドラマっていうか、もう歴史の話だから、大体結果は見えてるから、もうどうなるか分かってる前提で進めるっていうんだから、すごいそれを面白くするのって難しいと思うんですけど。でもやはり三谷さんの斬新な 演出が見れますか見れるよねきっとねそのみんなが知ってるようなことじゃないことを入れていく演出をするってことですね見慣れたものじゃない新しい歴史的な解釈とかもか入ってくるんじゃないかなこれはだけどそれが見てる層にあんまウケない だからそのバランスがちょっと崩れちゃうから視聴率20%というところに繋がっていかないっていうことになるかと思います。まあこれあくまでもね、カードから受けたメッセージなのでね、ぜひ、1年間ありますから、見守っていきましょう頑張ってね鎌倉殿任せなさーい私、普段は、 お仕事占いという真面目な鑑定の方もしておりますあなたが好きなことを仕事にできるように願っていますめくり太郎でした